でした。何かの弾みで埋まってた入り口が開いちまったのかもしれん。で、ここを抜けた先に幻獣がいるわけだね。場の異常の気配はどうだい？今のところはっきりとは、ただ妙な気配を感じます。そう、とにかく一気に行くぞ。バイソン、さてと、さてと、ここだ。よっしゃ、よっしゃ、いい感じだぜ。ナイスバイト。幻獣か。報告通り結構でけえな。ディオスケ、場の歪みはどうだ？時、空、幻、上位三属性の発言を確認しました。今のところ原因は不明です。そう、それで結局どうするんだ？警備隊の報告ではかなり危険だった。退治するなら慎重に仕掛けよう。了解します。行くぜ。さてと、
されてた。よし、うっしゃ、任せろ。はっ、任せて。そこ行くぞ。まあ当然の結果だな。
さすがにテオ。それにやっぱり不思議な消え方をしたわね。ティオちゃん、場の歪みの方は？ダメです。上位三属性が働いたままです。一体何が原因なんだ？どうやら幻獣そのものが原因じゃなさそうだけど。やっぱりもう一方も当たってみる必要がありそうだ。
さん、畳みかけるぞ。チャンスだ。やっと。その程度じゃ俺たちは止められない。戦闘終了。全員無事だな。
しますか？目的地を選んでください。お安い御用です。お待たせしました。ここなら。それ。まあこんなもんかな。ここなら。それ。まあこんなもんかな。それ。まあこんなもんかな。それ。まずまずかな。それ。まずまずかな。それ。まあこんなもんかな。
いたか。ティオちゃん、場の歪みの方はどう？同じく上位三属性の発言を確認。やはり原因は不明です。やっぱりか。どうやら幻獣そのものが原因じゃ。ロイドさん。ああ。行くぜ。ふっ。俺の番だな。行くぞ。今だ。よし。手こずってるかい？はっ。俺の番だな。立てて。行きます。ターゲットを捕捉しました。行くぜ。詳細データゲットです。うっしゃ。私の番です。負けるか。これでなんとかしないと。まだやれる。セット。お返しよ。なんとかして。今だ。なんとかしないと。守りたい、このクロスベルを。
やれやれ、こっちの方も手強かったね。でも消え方は同じ。やっぱり場の歪みってのは。そう、ただ何か具体的な原因があり。具体的な原因、例えば。先ほどから私の感覚が、むしろ皆さんの方が原因を見つけられるかもしれません。よし、この付近を場の歪みをもたらしているものが必ずあるはずだ。了解しました。手当たり次第探してみっか。この花は確かウルスラ感動方面の岸辺でも咲いていたような。ああ、そういや見かけたな。すごく綺麗な花ですね。見たことがありませんけど、なんていう名前なんでしょうか。まさかとは思うけど、いや、試す価値はあるか。ロイド？何？その…ああ、ちょっとかわいそうだけど。これは…今のは…何か空間が揺らいだような。ティオ、場の歪みの方…上位三属性の気配が消滅しました。すでにこの一帯に異常は感じられます。そうか。ちょっと待て。まさかその青い花が異常を引き起こしてたのかよ。まあそういうことだろうね。そのちっぽけな花程度にそんな力がある。信じられない。一体どういう花なんでしょうか。もうその花からはおかしな気配は感じませんが、とりあえずどこかで調べてもらった方がいいのでは。そうだな。医科大学あたりもちょっと専門が違うだろうし。とにかくなくさないよう保管しておきましょう。心当たりが見つかったら調べてもらえばいいじゃない。ああ、うん、ワジ何かこ…いや、僕のうろ覚えかもしれないけど、教会の聖典に不思議な青い花の言い伝えがあった気がする。えおいおい、ま…いや、だいぶ前に流し読みした時に、エリーとか心当たりはないかい。私もさすがに聖典の全てに目は通していない。でも確かにそんなくだりを読んだ気がするわ。不思議な力を持っているという青き花の言い伝えを。それと少なくとも教会関係者に確認する価値はありそうです。そうだな。やっぱりマーブル先生が一番相談し…え、で彼女にも相談できそうだけど…よし、そんじゃあクロスベル大…
それ。行こうかな。さあ行くぞ。到着だ。ここならつ。まずまずかな。それ。まずまずかな。それ。よし、ゲットだ。それ。まずまずかな。よし、行くか。どこに行こうかな。さあ、行くぞ。よし、着いたぞ。ここならつ。それ。
まあこんなもんかな。それ。まずまずかな。それ。まあこんなもんかな。それ。まずまずかな。それ。まあこんなもんかな。それ。まあこんなもんかな。まあこんなもんかな。それ。よし、ゲットだ。それ。まあこんなもんかな。それ。よし、大物だ。それ。まあこんなもんかな。ここなら釣れ。それ。
ットだ。それ。まあこんなもんかな。それ。まずまずかな。まあこんなもんかな。よし行くか。どこに行こうかな。ここなら
まあこんなもんかな。それ。まあこんなもんかな。それ。まあこんなもんかな。それ。まずまずかな。どうしますか？目的地を選んでください。お安い御用です。お待たせしました。よし、ヘイト。さて、そこです。セータ、オールグリーンです。ヘイ、じゃ。まずまずかな。それ。
ットだ。ここなら釣れず、それ。まあこんなもんかな。まあこんなもんかな。それ。まあこんなもんかな。Thank you.
よし、行くか。どこに行こうかな。さあ、行くぞ。到着だ。全般にはそれなりに知識があるのでね。
あ、そういえばルピナス草の件ではお世話になりました。まあ君たちが良ければだ。私は執務室に下がっている。良ければ訪ねてくるがいい。相変わらず。でもせっかくだし相談してみましょうか。失礼します。特務支援課の者です。話を聞こうか。聖典に載っているという植物。いえ、まだそうだと決まったわけで。まずはこれまでの経緯を一通りお話しします。時、空、四季の気配に。その以前報告させていただいた塔や僧院の魔獣とも違っていて。な、そういえば前に教官に相談してみるって言ってましたよね。その花というのは今持っているのかね。あ、はい。光は失う。お、これはひょっとして。やはり何か心当たりが。いや、残念ながら心当たりはないな。え、おいおい、そりゃねえっすよ。どう考えても心当たりがありそうな反応でしたが。ないものはないだけだ。こちらから誘ってなんだが、お引き取り願おうか。これでも忙しい身なのでな。そんな。ああ、シスターマーブルに聞いたところで無駄だぞ。博識な彼女であっても、その花のことは知らぬはずだ。逆に、もし知っていれば、いささか問題になるのだが。それ…どう考えても、知ってる前提の発言だ。どう言われようとも、私の答えは変わらない。たとえ警備隊のソーニャ司令が直接訪ねてこようとも。ロイド、失礼しましょう。これ以上お聞きしても無駄だわ。わかった。失礼します。大司教。悪く思わないでくれ。おいおいおい、ちょいとばかり意地悪すぎやしねえか。でも後ろめたい雰囲気も特にありませんでしたね。まるで私たちに隠すのが正しいことだと思っているような。おそらく何らかのタブーがあるんだろう。それもマーブル先生が知らん。やれやれ、そんな風に言われると、こうなったら全部の聖典を一から読み漁ってみるかい。でも聖典全部となると膨大な数になるし、私が昔読んだのってどのあたりの下りだったかしら。多分普通の聖典には詳しくは載っていないはずです。なるほど、確かにこれは大司教ならば口を閉ざすのも無理ありませんね。え、わかるのかよシスターさん。その前にエリーさん、まだ私の身分について説明していないみたいですね。ええ、あまり言い回るのもどうかと思いまして。彼
感謝します。その身分というのは？もう大司教にはうすうす感づかれているようですが、私は教会内でも特殊な組織に所属しています。聖杯騎士団、風聖省という機関に所属するアーティファクトを回収する組織です。聖杯騎士団ってアルタイルロッジで手を貸してくれた？ケビン・グラハムですね。ちなみに私は彼をサポートする獣騎士の異界にあります。本来ならば様々な調査のため彼自身がクロスベル入りをするのが筋ではあったのですが、大司教の目があったので代わりに私が情報収集役として派遣されたというわけです。そうだったんですか。なつか教会ってのもいろいろしまらみがあるみたい。ええ、お恥ずかしながら話を戻しますが、皆さんが採取された花、確かにとある聖典に記されている花である可能性は高そうです。といっても正式な聖典ではなく、いわゆる下典にあたりますが。下典？つまり正式なものとは認められていない遺書ってことだね。ええ、教会内でも限られたものしか閲覧は許されていません。ですが騎士団に所属する者はそうした下典の閲覧を許されています。危険なアーティファクトの存在が記されているものが多いからです。なるほど。ではその青い花は一体どのように記されて？下典の一つ、ラダー記に青き花についての描写があります。七葉脈の真上に咲く吉兆とも凶兆とも取れる神秘の花。大司教の意向もあり、ヨアヒム・ギュンターが起こした事件もほとんど調査されませんでしたが、ちょっと待ってください。その花が本当に例のグノーシスという薬物の原料だったとして、それが各地で発見されたことが何を意味してるんでしょう？そうね、幻獣の出現も気になるし。七葉脈の真上に咲く花、しかも吉兆とも凶兆とも取れる花ですか。ああ、どうも嫌な雰囲気。とにかく俺たちだけで対処できる問題でもなさそう。一旦支援課に戻って詳細の報告書をまとめてみよう。リースさん、教えていただいた情報は警備隊やギル…そうですね、なるべく私の名前を出さないでいただけるのであれば。大司教にとったらスパイみたいな立場だろうからね。もちろんそのあたりは極力配慮させていただきます。ならば問題ありません。私の方も騎士団に連絡してから調査に入ってみるつもりです。お互い何か進展があったら情報交換するのはいかがですか。ええ、よろしくお願いします。
こりゃいい。こいつは最高だ。これなら絶対に、絶対にやつ。ああ、あんた。ああ、問題ねえ。いつでも。ただし、やり方は俺に任せてもらう。なるほどな。例の薬の原因、そうなると警察にとっても人ごとじゃなくなってきたな。ええ、引き続きギルドと協力して調査しようと。他に気になる案件は何か入っていませんか？入ってると言えば入ってるが、ま、他の課に任せておけ。どのみち国家独立の住民投票である程度の混乱は避けられねえだろう。確かにそうです。いわゆる危機管理ってやつだね。しかしそうなると、今日の方針、厳重の調査も私たちの担当は、ま、ギルドの遊撃士どもを手伝うってのも。どうしたの？気になることでもあるのかい？いや、思ったんだけど、一度ローゼンベルク工房を訪ねてみないか？結社に関係があるっていう。そうか。もちろん捜査令状がない以上、強制捜査ができるわけじゃない。だがあの老人は前にこんな風にも言った。だが今は特に話すことがあるわけでもあるまい。何か要件ができたら改めて訪ねてくるがいい。連に免じて話くらいは聞こう。訪ねてみる価値はあるかもしれませんね。危険が伴うかもしれませんが。確かにあの奇妙な少年の目的くらいは掴んでおきたいね。もしかしたらあの工房に。さ、ただでさえ危険な外国勢力が台頭しているこの状況、これ以上怪しげな勢力を放置するわけにはいきます。そうね、まずは工房を直接訪ねてみる。ああ、様子を見てみよう。場合によっては捜査令状を手配する必要があるかもしれない。だな。よし。ねえねえ、みんな、もうお仕事に出かけるの？なあ、そのつもりだけど、キヨは今日は図書館に行くんだったか。ああ、雫のために展示の本を探そうかなって。お買い物して帰るけど、晩ご飯食べたいものある？お買い物って、キヨちゃん大丈夫なの？確かに料理は何度も作ってもらっていますが。うん、ママのお父さんとかオスカーからいつも買ってるし、デパートの食品コーナーのおばちゃんとも仲いいよ。いつの間に。まあ希望なら納得だぜ。そうなるとちょいと涼しくなってきたし、食べ物なんかいいかもしれねえな。あ、いいですね。みんなで盛り上がれそうですし。鍋っていうことはやっぱり東方風なのかな。キーヤちゃん大丈夫？うん、なんとかなると思う。お出汁をちゃんと取りたいから、東通りの露天街にも寄らないと。お、本格的じゃねえか。帰ってきた時のお楽しみができましたね。ありがとう、キーヤ。今日はなるべく遅くならないように帰ってくるよ。
いくつか新しいのも来ているね。どうする？先に人形工房に行ってから片付けても良さそうだが。いや、聞き込み次第ではどうなるかもわからない。急ぎの支援要請なんかは先に。そうですね。じゃあ準備ができ、テーマパークのアルバイトは無償に